スペイン代表5バック崩れてましたが、最初の方はそうでしたね。早いテンポのパス回しと、ウィンガー1対1になってサイドバック上がるみたいな。後半はそれできなくなってましたね。パス回しが普通に遅くなったりとか、特にカルバハルが外上がんなかったり。スペインに、5バックの、ここで2対1作って追い越して、これで崩して、で、それで弾き返したとこまたアリ入れてってやって点取ってたのが、後半は、こっちは上がんないし、こっちは、ファティとアルバ入れて、バルサのコンビ使おうとしたんだけど、ファティずっと中でアルバこうで、ここにボール渡った時に別にインサイドハーフが追い上げていくわけじゃないし、アルバのキック精度も今日最悪だったから、結果、こっちはいらないメカニズムを使い出しちゃった、こっちは機能してたメカニズム使わなくなっちゃった、結果ただ横に回して、アセンションのミドル待ちってなったから、そう、だから負けには不思議の負けないんですよ。必然なんですよ。スペインが崩せないっていうか、それは。で、あと、ウナイシモンが無理な繋ぎ方したりとかしたから。でも、勝った方の日本からしたら、しっかり前から、しっかりというか前からプレスをかけれた時に無理してくれて、そこから堂安がゴラスとして、三笘攻撃注目されがちだけど、守備の貢献もすごい、ライキやビッグクラブ引き抜かれそう。全然あるでしょうね。年齢とか気にされたりすんのかね。でも、グリーリッシュとかも結構あれだからな。これだけの質の選手がちゃんと国のためにずっと献身的っていうのが大きいですよね。クロアチアと日本どういう試合展開になりそうですか。いや、だから、あれですよ。あの、コスタリカの質上がったみたいな。クロアチアがボール持てないから、バックラインが。だから日本が持つことになったら日本のプレスの回避で簡単に蹴るじゃん。ってなると日本の方がボール持てるようになる。コスタリカ相手にやったボール持つ戦術なんだけど、カウンターの切れ味が全然コスタリカよりあるっていう、めちゃくちゃ嫌な状況になると思いますね。Thank you.